皆さんこんにちは、レガテドリブル塾です。今日はしょうちゃんとスパイクレビュー。珍しい珍しいということで、早速持ってきたいと思います。こちらです。もう袋がかっこいいね。スタバスポーツ、見覚えあると思った。これですね、前回スタバスポーツさんでスパイクマイスターの浩平さんと中村さんにスパイクを選んでいただきました。僕の足に合ったスパイクということで、そちらのメーカーがこちら、ザンニューバランス。なかなか珍しいよ、ニューバランス初です。あんま見ないよね。デビューするのも初めてじゃない？初めて初めて。これが僕の足の結果になります。エジプトとギリシャ型のハーフらしいです。両足で違う。いろいろスパイクを紹介していただいて、一つはヒュンメル、モレリアのネオ3、そしてこちらのニューバランスということで、3足いろいろ試し履きさせていただいたんですが、一番このニューバランスがしっくりきたということで、今回はこちらを購入させていただきました。スパイクマイスターの浩平さん、中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あれは贅沢なスパイク選びの回だったね。いや、最高の時間でしたよ。ミズのニューバランス、ヒュンメルあって、じゃあ1個ちょっと削りましたっつって削られたのが1回ニューバランスだったさ。そう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 、覚えてる。それからのまさかの復活で結局これ買ったっていう真相も今日はちょっと。あの時はトップモデルじゃなかったから、トップモデルを履いたらこれが一番良かったんで、まあ履き直してね。今回はスパイク選びについては概要欄の方にリンク貼ってるので、そちらの方をぜひチェックしてみてください。ということで、実際にグランドで履いてみたらどれだけ違うのかということで、それを検証していきたいと思います。見てください、これ名前入りなんですよ。こちらになります。なぜブラジルかという理由があるかと思いますが、ブラジルが好きだから。以上です。早速レビューやっていきましょう。もう履いた時にうわっってなるやつ。この縦の長さもこっちの方がいい。こっち横幅広だから縛り付けがない。これだとこっち細くなってるから、この分ここ外側、前も太いんだ。前も広いね。広いんだ、うん、黒っていうのがまた渋いね。スパイクマイスターの浩平さんがちゃんと事前に情報を調べてくれてて、僕がコパセンス結構長い期間履いてたんですけど、それを見てくれて、しょうちゃんはやっぱ黒が似合うねって。よく見てくれてるよね。ほんとビナーズメンバー誰がどのスパイク履いてるかって全員知ってるかな。ニューバランス誰も履いてないっていうのも言ってたし。名前は、このスパイクはニューバランス442プロ HG になります。まあ、履いた感じめちゃくちゃいいね。何を大事にしたい？プレー中のやっぱ一番ポイントになるかなっていう個人的な、やっぱ一番大事なのは踏み込みかなって。個人的なプレースタイルもそうだし、切り返しというか行って戻って行って戻ってだったり、踏み込みが多いので、めちゃくちゃそこは大事にした方がいいなということで、こちら選んだので、実際にグラウンドでこの切り返しがどこまでいけるかっていうのも気にしながらレビューしていきたいと思います。それではまずはボールを蹴っていきましょう。はい、ということでインサイドパス、軽く近い距離のパスやってみたいと思います。あ、もういいわ。タッチした感じでピタッて止まるもん。ほら、わかるこのタッチ。カンガルーレザーだし、カンガルーレザー、この前の部分、横は違うけど前の部分はカンガルーレザーだから、多分インステップとかインフロントとかで蹴るときに、ボールに対する柔らかさはもっと実感できると思う。リューバーもあるらしいんですけど、やっぱカンガルーとリューだったらカンガルーの方が広がりとかも良くて、物が少しいいらしいです。希少価値らしいから、リュー側に比べて。リューはみんな食べるから、その分パワーが出てくるけど、いいね。ポイントもちょっと高いから、しっかり掴んでくれるんですよ、地面を。だからしっかり踏み込みのあるパスが出せる。
続いてはロングキックです。カンガルーレザーのところもどんな感じで変わるのかちょっと蹴っていきたいと思います。はい、うわ、蹴りやす、蹴った時の柔らかい感覚がしっかり伝わる。軽い。やっぱりちょっとポイントが高い分しっかり寝かせて蹴らないと地げったりするんで、しっかり寝かせて蹴れるように、やっぱアッパーの部分がカンガルーでできてる分しっかり柔らかいソフトなタッチができますね。今回紹介したのはニューバランス442プロでございます。やっぱ実際履いてみてね、どうだったかっていうと、めちゃくちゃ足にフィットする、履いた時のフィット感っていうのはもちろんスタバースポーツさんで履いた時と一緒で、フィット感はめちゃくちゃいいし、ホールド感もめちゃくちゃ良かったです。で、横の縛りも横がキュッてなってない分しっかり足全体で地面をつかめてるなっていう感じがしたので、その履き心地っていうのはめちゃくちゃ良かったです。実際にボール蹴ってみて思ったのは、パスとかシュートとかはめちゃくちゃ蹴りやすくていいです。ただポイントが高い分、ロングキック蹴るときにしっかり足を寝かせて蹴らないとポイントが地面にかかって地げってしまうような形になったりしたので、何球かに1回そういうボール出てしまったので、しっかり寝かせて蹴るっていうこのポイントが高い部分ね。逆にこのポイントが高いことに対するメリットとしては、切り返し、最後切り返しからパス受けたりとかっていうシュートまでっていう流れやったんですけど、その時にしっかり地面にかかるのでグリップがめちゃくちゃ強くて、しっかり踏み込みができたので、ここのポイントの高さを生かした切り返しっていうのは非常に僕のプレーにマッチしてるなって感じました。めちゃくちゃいいです。ただ黒なんで今の夏暑いです。足が焼けそうだった。白履くと黒履いた時の光の吸収めちゃくちゃ感じたんで、黒にすると汚れとかも目立たないし、パワーがあるキックが蹴れたりするんですけど、黒っていうと光吸収しやすいんでちょっと暑くなったりするっていう可能性があるので、夏場はニューバランスのスパイクだけじゃないけど全体的に黒履く選手はちょっと暑さも気にしながら使ってみてください。これポイント高い方が好きだから、これめっちゃいいと思う。グリップ効きそう。ただ僕あんまロングキック上手じゃないから、スタバスポーツさんに行けばさっき見せたような感じで足のスキャン取って自分の足に合ったスパイクを一緒に選んでくれると思うので、俺も今まで細いと思ってたからちゃんと調べてもらった結果横太でした。横太っていうことが知れたので、スパイクマイスター中村さんね、めっちゃいいよね。あのサッカーショップ、スポーツショップか、ほぼサッカー、サッカーよね。サッカーに特化したスポーツショップです。あんなスポーツ店多分なかなかないと思うんで、近くの人とかはぜひ来てみてもらいたいな。ちょっと遠くても、ちょっと遠くても、ね、足運んだ方がいいと思う。自分が気づかなかった部分とか気づかせてくれる、うん、普通ナイキとかやっぱアディダス、アシックス、ミズノに行きたがる。ちゃんとこの足にはこれがいいよっていうのを知識を持った店員さん、中村さんって人がいるので、行ってみてください。タイミングが合えばスパイクマイスターの光平さんもレアキャラよいるかもしれない。光平さんいたら結構レアキャラなんで。ということで今日紹介したのはこちらのニューバランス442プロ HG になります。はい、ということでこの動画が面白い、役に立ったと思っていただけたらぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。します。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time 442